私は29歳の在宅ワーカーです。夫とは結婚して今年で7年目で、娘も5歳になったところでした。家族思いの夫と可愛い娘の家族3人で、平穏ですが幸せな毎日を送っていました。そんなある日、仕事から帰宅した夫が暗い表情で話しかけてきたのです。実は、父さんが入院することになったんだ。え？お父さんが入院？突然倒れたらしくて。どうやら義父は過労で倒れたらしいのですが、普段から健康的な生活を送っていたので、夫の話を聞いて驚いてしまいました。夫には弟がいるのですが、義母は昔から夫よりも義弟を溺愛しており、そんな夫の唯一の味方が義父だったのです。そんな義父が倒れたことに、夫はショックを受けているようでした。さらに翌日、夫のもとに義母から電話がかかってきたそうで、義父の入院を機に義母から同居を提案されたそうです。義弟は結婚して離れた場所に住んでいたため、義母は夫に連絡してきたようでしたが、母親から愛されてこなかった夫は同居を断ったのでした。すると義母は激怒し、電話越しで二人は言い合いになったものの、なんとか通話を終わらせたそうですが、その日から毎日のように義母から同居を訴える電話がかかってくるようになったのです。困り果てている夫に私は伝えました。同居の件なんだけど、私は大丈夫だから、お母さんもきっと一人で不安なんだと思うし。でも、いきなり同居なんて。確かに、いろいろ心配なこともあるけど、このままお母さんを一人にしておくのも、それで何かあったら後悔すると思うの。健康だったお父さんでさえこんなことになったんだし。それは、そうかもしれないけど。私が夫を説得し、義母と同居することを決めたのでした。突然の同居に私も不安な気持ちはありましたが、広い義実家に一人でいる義母のことがかわいそうに思えてしまい、今回のことで夫と義母の仲も少しは良くなればと考えたのです。同居するにあたって私たちは義母に条件を提示しました。義父が退院するまでの期間限定ということ。義実家にはお金は入れないが、その分生活費と家事はお互い別々にするということ。どちらかが我慢できなくなったら即同居を解消するというものでした。義母も納得してくれ、義父とも話し合い、いくつかの手続きを済ませて準備を完了させました。今住んでいるマンションは契約したまま、義母との同居がスタートしたのです。最初はおとなしかった義母ですが、しばらく経つと本性を明らかにしてきたのです。その日は夫は仕事で、私と娘、義母が家にいました。すると義母が不機嫌そうに口を開きました。私のお昼ご飯さっさと作ってちょうだい。え？家事は別々の約束ですよね。今までだってそうしてきましたし。嫁のくせに生意気な口聞かないでよ。私はあなたの義理の母親よ。食事くらい作ってくれてもいいんじゃないの？でも、同居するときに決めたじゃないですか。お互い気を使わないように家事は別々にしようって。そう訴えるも、義母は私の話など全く聞く耳を持たず、さっさと食事を用意しろとわめき散らしてくるのでした。娘の手前、それ以上強く断ることができず、私は言われるがまま義母の食事を用意するしかなかったのです。そしてこの日を境に、私は義母からの嫌がらせを受けるようになったのです。あなた、パソコンで遊んでばかりいないで、家の掃除したらどうなの？これは仕事をしてるんです。
それに掃除はもう終わりましたよ。私の部屋の掃除が終わってないわよ。家事は別々だって何度も言ってますよね。いい加減にしてください。仕事の邪魔しないでもらえませんか？私は思わず強く言い返してしまいました。すると、義母も少しひるんだようで、ブツブツと文句を言いながらその場を離れていったのですが、私はこれ以上我慢できないと思い、夫に相談しました。なんだよそれ、母さんがそんなことしてただなんて。ごめんな、俺も気づかずにお前に迷惑かけて。うん、でもこれからも続くようならちょっと。そうだな、一度お母さんとちゃんと話し合うべきだよな。翌日、私と夫は義母と今後のことについて話し合うことにしました。夫が義母の態度について咎めると、義母はそんなことしていないととぼけていましたが、このまま家事を押し付けてくるようなら同居を解消すると告げると、義母はとんでもないことを口にしたのです。私最近体調が悪くて、悪いとは思ったんだけど仕方なく彼女にお願いしてただけなのよ。はあ？そんな話聞いてないぞ。もういい加減に。ごめんなさい。今日も体調が悪いから少し横になるわね。義母は逃げるように自分の部屋へと戻って行ってしまい、話になりませんでした。ごめんな。何の解決にもならなくて。でもまた何かあったらすぐに俺に言ってくれよな。お前が我慢する必要なんてないんだからな。うん、ありがとう。しかし、翌日からも義母は体調が悪いからといっては、私に家事を押し付けながら暴言を浴びせてくるのでした。すぐに同居を解消したい気持ちはあったのですが、幸いにも義父の体調は順調に回復しており、あと少しの辛抱だと自分に言い聞かせ、なんとか耐え続けていました。そんなある日、私が娘と買い物に行き帰ってくると、義母が私の部屋の荷物を勝手に部屋の外へ出していたのでした。私は驚き、義母に駆け寄りました。お母さん、一体何してるんですか？あら、帰ってきたのね。あなたと孫にはこの家から出て行ってもらおうと思って。え？どういうことですか？次男夫婦が同居してくれることになったの。だからあなたたちには出て行ってもらうことにしたのよ。次男がいれば私も安心だし、あなたみたいな仕事もしないただ飯食いの嫁はとっととここから出て行ってちょうだい。ちなみに長男の息子は稼ぎがあるから残ってもらうわね。そんなこと勝手に決めないでください。夫だってそんなこと納得するわけありません。私が反論すると、義母は私の腕を引っ張り、玄関から無理やり私と娘を外へ追い出したのです。義母はニヤニヤしながら私に向かって言ってきました。あんたみたいな生意気なグズ嫁は用なしなのよ。最初から家族じゃないし、孫だって可愛くないのよ。その瞬間、私は堪忍袋の尾が切れました。私だけじゃなく、娘のことまで悪く言う義母が許せませんでした。私は娘の手を引いて、元のマンションへと帰りました。夫に連絡すると、数時間後、血相を変えた夫がマンションへ帰ってきたので、私は今日の出来事を説明しました。夫は何度も私に謝罪してくれ、私にある提案をしてくれたのです。全く想像もしていなかったことですが、私がその提案を受け入れると、夫は義父へ電話をかけていました。一週間後、義母に呼び出され、私たちは義実家へ向かいました。そこには義弟夫婦の姿もありました。兄さん悪いな、追い出しちゃって。これからは俺たちがここに住むから。私も本当は長男夫婦と同居なんてしたくなかったのよ。
次男の代わりに仕方なく一緒に暮らしてたんだけど、これからは次男夫婦が同居してくれるって言うし、もう用済みだわ。義母と一緒に義弟夫婦も私たちを嘲笑っていましたが、そんな三人に向かって私は言い放ちました。これからは三人で頑張ってくださいね。いろいろ大変だと思いますけど。ちなみにお父さんの面倒は私たちが見ますので。え？そうなの？それならよかったわ。私もあの人の面倒見るの嫌だったの。働けない人は用なしなのよ。それじゃあこれからはこの家で三人で仲良く暮らすわ。高笑いをしている義母に向かって夫が口を開きました。この家売ることにしたから、今月中にはこの家から全員出て行ってくれよ。ちょっと家を売るって、そんなことできるわけないじゃない。この家は私たちが建てた家よ。はあ？ここ、俺たちの家なんだけど。動揺する義母でしたが、同居するときに、義父がこの家の名義を夫にしたことを、夫が冷静に説明しました。そんなの聞いてない。母さんに黙ってろって父さんが言ってたんだ。言ったらうるさいからって。まさかこんなことになるとは思ってなかったけど、父さんには感謝してもしきれないよ。そんな、だったら私たちはどうすればいいのよ。大好きな弟夫婦に養ってもらえばいいだろう。まあ、弟が養ってくれればの話だけど。だってこいつ、会社をクビになってるからな。え？クビってどういうこと？義弟は顔を真っ青にしてうつむいたまま黙っていました。義弟は会社を解雇され、今まで住んでいた家を出て行かなくてはいけなくなり、それを隠して義母と同居することを決めたようでした。夫の友人の弟が義弟と同級生だったらしく、夫も友人伝いでその話を知ったそうです。俺はもう二度とあんたたちと関わるつもりはないから、父さんもあんたとは離婚するそうだよ。待って、お願い、母親を見捨てないで。夫の言葉に義母は泣き叫んでいましたが、夫は冷たい視線を向けていました。あんたなんて母親だなんて思わない。俺の大切な家族を傷つけておきながら見捨てるだなんて虫が良すぎるんだよ。俺はあんたらを助ける気なんてないし、さっさとここから出て行け。義母と義弟夫婦は夫の怒声に言葉を失っていました。その後、しばらくして義父が退院し、それと同時に義母に離婚届を突きつけ、義父はすぐに離婚届を役所に提出したそうです。義母は少ない貯金でなんとかアパートを借り、義弟夫婦と暮らし始めたようです。義弟夫婦もアルバイトをしているそうですが、多額の借金をしていたらしく、その返済のため給料はほとんど手元に残らず、3人は苦しい生活を余儀なくされているようです。一方、私たちは義父を迎え、家族4人で幸せに暮らしています。義実家も無事に買い手が見つかり、これからは心機一転、家族4人で仲良く過ごしていきたいと思います。私は35歳の会社員です。小さい頃に父を亡くし、それからは母がシングルマザーとして一人で私を守り支えてくれました。母のおかげで私は大学まで卒業できたのです。もちろん私もバイトをしたり、奨学金を借りたりしましたが、精神的に支えてくれたのは唯一の理解者の母でした。そんな母に恩返しがしたく、就職してからは必死にお金を貯め、母が住んでみたいと言っていたタワマンをプレゼントすることにしたのです。母は涙を流して喜んでくれました。仕事に打ち込み貯金をしてきた私には、恋愛などする間もなく、
気づけば30歳を超えており、母からもよく心配されていました。そんな私も昨年、とある出会いがあり、結婚することになったのです。それは、同僚に無理やり連れて行かれた婚活パーティーでした。会場で最後に会話をしたのが、今の夫だったのです。私たちは話が盛り上がり、連絡先を交換して何度かデートするうちに、彼から交際を申し込まれ、結婚にまで至りました。彼との結婚を母もとても喜んでくれました。ただ、結婚後、母を一人残して出て行くのが不安だった私は、夫に母とのことを相談しました。夫は私の意向を汲み、母との同居を受け入れてくれたのです。私のことを優先してくれる夫には感謝しかありませんでした。義両親も母との同居を認めてくれ、私は幸せな気持ちでいっぱいでした。結婚後は、夫が私たちのタワマンへ引っ越してくることになったのですが、結婚後すぐに夫の長期出張が決まったのでした。期間は1年間で、すぐに帰ってこれるような距離ではありませんでした。ごめんな、結婚してすぐに長期出張になって。でも先のことを考えるとどうしても断れなくて。たまに俺も帰ってくるし。うん、仕事なんだし仕方ないよ。1年間なんてきっとすぐだし大丈夫だよ。それからはまた母と2人だけでの生活が始まったのですが、その数週間後、母は突然帰らぬ人となったのです。その日、私はお袖だったため、母がパートに行くのを見送りました。それじゃあパートに行ってくるわね。あなたも出るときはちゃんと戸締まりしてね。うん、行ってらっしゃい。いつもと変わらぬ朝でした。ところが、私が職場に到着してすぐに、知らない番号から電話がかかってきたのです。それは救急隊からの電話で、母が交通事故で病院へ運ばれたという連絡だったのです。そこからの記憶はあまりなく、覚えているのは病院のベッドで横たわる動かない母の姿と、必死で頭を下げる加害者の姿でした。自宅に戻ってからは、夫に連絡することもできずにいたのですが、私の会社の上司が連絡してくれたようで、慌てた様子の夫が夜中に帰ってきてくれたのです。夫がそばにいてくれたおかげで、葬儀から慰謝料の請求まで何とか乗り越えることができました。夫は仕事があったため、葬儀の数日後には出張先へ戻っていきました。私もいつまでも悲しんでいられないと思い、仕事にも復帰しようと思っていた週末の夜、突然インターホンが鳴りました。モニターを覗くと、そこに立っていたのは義両親でした。あなたのことが心配で様子を見に来たのよ。その言葉に私は思わず涙を流してしまいましたが、お茶を飲みながら落ち着いた頃、義父がとんでもないことを言い出したのです。君も一人になって寂しいだろう。考えたんだが、俺たちがここに一緒に住むってのはどうかな。いいわね。義母も義父の提案に同調していましたが、正直私はそんなことは考えられませんでした。すみません、せっかくですが、私もまだ気持ちの整理がついていなくて。大丈夫よ。時間が解決してくれるわ。それに私、この家気に入ったの。これからは私たちのことを本当の両親だと思って一緒に暮らしましょうよ。強引な義母の言葉に戸惑いながらも私ははっきり告げました。本当に今は何も考えられないんです。義両親はその後も粘ってきましたが、私の意思が変わらないことがわかると諦めたようで、しぶしぶ帰っていきました。ほっとしたのもつかの間、それから一日おきに義両親のどちらかが訪ねてくるようになったのです。
来るたびに同居話を持ちかけられてうんざりしてしまいましたが、私が断り続けていると、今度は高圧的に早く母親の荷物を処分しろとまで言ってくるようになったのでした。母のことをないがしろにされているようで、さすがの私もそんな義両親には嫌悪感を抱くようになりました。それに義実家だってあるのに、どうしてそこまでこのマンションに義両親が住みたがるのかも理解できませんでした。夫に相談するべきか悩んでいると、なんと夫が突然帰ってきたのですが、義両親も一緒だったことに私は驚いてしまいました。夫は不機嫌そうに一枚の用紙を差し出してきました。父さんと母さんから聞いたけど、お前どういうつもりだ？確かにこの家はお前の名義だけど、お前は俺と結婚したんだぞ。うちの嫁なんだから、俺の両親がここで一緒に暮らしてもいいだろう。え？ちょっと待って。言っている意味がわからないんだけど。俺だって、本当は嫌だったけど、お前のお母さんとの同居を承諾してやったんだ。そのお母さんもいなくなったんだから、今度は俺の両親の番だろう。夫の言葉に、私は頭の中が真っ白になりましたが、夫は話を続けてきました。だから、このタワマンは俺の親にプレゼントすることにした。文句あるなら、お前とは離婚するしかないな。そう言って差し出されたのは、記入済みの離婚届でした。どうしても私たちと一緒に住みたくないって言うなら、離婚届にサインして、あなたがここから出て行きなさい。このマンションの名義だって変更すれば済むことなんだから。そうだぞ。君には同居を受け入れるか、離婚してこの家を出て行くか、そのどっちかの選択肢しかないんだ。嘲笑う三人を見て、私も我慢の限界でした。今すぐには答えは出せません。離婚届は一旦預からせてください。考えがまとまったらまた連絡しますので、今は一人にしてもらえませんか？わかったよ。仕方ないな。今日は俺も実家に行くけど、さっさと結論出せよ。そう言い捨て、三人はマンションから出て行ってくれました。私は離婚届を眺めながら、ある決意をし、それに向かって行動することにしました。一週間後、夫と義両親がやってきました。ニヤニヤ笑う三人に私は答えました。決めました。私はこの家から出て行きます。もう離婚届も提出したから。はあ？ふざけるな。なんで勝手に出してるんだよ。でも安心して。お父さんとお母さんにはこのマンションで暮らしてもらいます。そのために必要な書類があるから、その書類にサインしてください。なんだ、そうか。まあお前が出ていくって言うなら仕方ないよな。元夫はそう言って、すぐに書類にサインしてくれ、義両親はタワマンに住めると大喜びしていました。私はすでに新居も契約し、荷物も運び入れていたので、そのまま家を後にしました。一ヶ月後、慌てた様子の元夫から電話がかかってきました。おい、どうなってるんだ？家賃の請求が来てるんだけど、どういうことだよ？しかも家賃40万ってありえないだろ？あそこはお前が買ったマンションのはずだろ？そうよ。私が買ったものだから、管理会社に委託して、賃貸として貸し出すことにしたの。あなたもちゃんと、賃貸借契約書にサインしたじゃないの。ふざけるな。そんなの知らないぞ。お前、俺を騙したのか？ちゃんと書類を読まずにサインしたのはあなたじゃない。家賃を滞納すれば退去命令だって出るわよ。そんな、40万なんて払えるわけないだろう。頼む、何とかしてくれよ。もう実家も引き払って、俺たちここを追い出されたら行くところなんてないんだよ。助けてくれよ。その場には元義両親も一緒にいたようで、慌てふためく元義両親の声も聞こえてきました。
私は泣きわめく元夫にきっぱり告げました。あなたを助ける義理はないわ。私とあなたはもう赤の他人なのよ。離婚を突きつけてきたのもあなたの方なんだし。もうあなたたちとは関わり合いたくないので、二度と私に連絡してこないで。そう言って電話を切り、元夫の連絡先をブロックしました。その後、家賃を払うことができず、結局マンションを追い出されることになった三人ですが、彼らが今どこでどうしているのかはわかりません。私は現在、母と父が生まれ育った田舎で一人暮らしをしています。仕事も辞めて心機一転、今はとても充実した日々を送っています。私も温かくて優しい母のような人になれればと思います。私は不動産会社勤務の35歳で、夫と5歳になる娘の3人暮らしです。夫は会社員をしており、年収は私よりも低かったのですが、真面目な性格の夫に惹かれ、付き合うようになり、結婚にまで至りました。結婚当初は、夫も家事に協力的で、特に不満もなかったのですが、ある時から、夫に不信感を抱くようになったのです。夫は、もともと義家族を大事にしていて、家族思いなことはいいことだと私も思っていたのですが、夫の場合、それが度を越していたのです。私が妊娠中の時に貧血で倒れてしまったことがあるのですが、夫に迎えに来てほしいと連絡すると、義母の買い物に付き添ってて無理だからタクシーで帰ってこいと言われたのです。自分の妻が大変な時に義母を優先するなんてありえないと思いましたが、結局私はタクシーで自宅まで帰ったのでした。他にも娘が高熱を出して救急病院へ搬送されることになったのですが、その日はたまたま夫は親戚が集まるということで義実家に泊まっており、私は電話で夫に状況を説明しました。さすがに自分の娘のことだし、夫もすぐに病院に来てくれるだろうと思ったのですが、夫はちょっと熱があるだけだろうと言って病院へは来てくれず、そのまま親戚たちと宴会をしていたのでした。義両親も娘には興味がないらしく、特に義母は息子である夫のことを溺愛していたからか、結婚当初から私のことを毛嫌いしていたのです。さらに、義姉が昨年離婚して、小学生の息子と義実家に帰ってきてからは、夫は自分の娘よりも甥を可愛がるようになったのです。義両親も甥のことをとても可愛がっていたのです。夫に連れられ、義実家に行った時も、義母は嫌みったらしく私に言ってきました。あなたには男の子を産んでほしかったのに、跡取りは男の子って決まってるのよ。そもそも義実家は名家というわけでもないし、男の子を産むことがそんなに大事だとは思っていませんでした。夫にも、甥よりも自分の娘を大事にしてほしいと訴えたのですが、夫から返ってきた言葉に私は耳を疑いました。だって、俺も本当は男の子が欲しかったんだ。母さんが言うように、男を産めない嫁はダメ嫁だよな。平気で私を罵ってくるのでした。もちろん離婚も考えたのですが、娘にとってはたった一人の父親だし、娘から父親を奪ってしまうようで、簡単に離婚に踏み切ることができなかったのです。そんなある日、私は両親に呼び出され、娘を連れて自分の実家を訪れていました。話って何？実は知り合いのディーラーから勧められている車があるんだが、お前たちのところにどうかと思って。え？車？もちろん、費用は私たちが出すから。
確かに車があれば買い物や娘が急病の時にも助かりますが、両親からの突然の話に私は驚いてしまいました。ありがとう。夫にも相談してみるね。帰宅後、私は両親から言われたことを夫に話すと、夫は大喜びでした。俺もちょうど車が欲しいと思ってたんだよ。でも、さすがに買ってもらうのはどうかと思って、ちゃんと車の代金は支払おうと思うんだけど。なんでだよ。買ってくれるって言うんだから別にいいだろ。どうしても払いたいって言うなら、お前が一人で払えよな。俺は関係ないから。それに、俺よりお前の方が稼いでるしな。確かに、私の方が夫よりも収入は良かったのですが、夫は自分の給料を自分や義家族のために使っており、家には生活費すら入れていなかったのです。後日、両親に車は自分たちで買うことを伝え、ディーラーを紹介してもらうことになりました。ミニバンタイプの高級会社で、メルセデス・ベンツでした。カタログを見せると、夫は目を輝かせていました。この車だったらかっこいいし、周りにも自慢できるな。自分勝手なことばかり言う夫に呆れてしまいましたが、週末には両親と夫も一緒にディーラーのところへ向かい、契約も済ませました。1ヶ月後、無事車は納車され、夫は嬉しそうに車を眺めていました。数日後、夫のまさかの発言に私は驚愕しました。お前が親にもらった高級会社だけど、うちの親にプレゼントすることにしたから。私は頭の中が真っ白になりました。何言ってるの？だって、両親がこの車羨ましがっててさ、俺がプレゼントするって言ったら喜んでたんだよ。それに俺たちだけじゃもったいないだろ。私は頭に血が昇り、夫を怒鳴りつけました。ふざけないでよ。何勝手なことしてるのよ。別にいいだろ。実家の方が人数も多いし、車だって実家に置いておいた方が使い道あると思うんだ。平然とこんなことを言ってくる夫に、私は愕然としました。もちろん私は反論しましたが、さらに夫は信じられないことを言ってきたのです。断るなら俺にも考えがあるからな。そう言って、夫は記入済みの離婚届を私に突きつけてきたのです。何よこれ。しょうがないだろ。反対するならお前とは離婚だ。どうする？離婚するのか、車を両親にあげるのか、どっちにするんだ？ニヤニヤ笑う夫に、私も我慢の限界でした。わかりました。離婚しましょう。車もあなたの好きにすればいいし。予想外の答えに、夫は少し焦っているようでした。本当にいいのかよ。どうなっても知らないぞ。そんな夫の言葉を無視して、私は寝ていた娘を連れて家を後にしました。マンションを出た私は両親に連絡し、事情を説明すると、父が最寄り駅まで車で迎えに来てくれ、実家へ向かいました。今まで夫と義両親からの扱いを私は両親に話していなかったので、その話を聞いた両親は、当然憤慨していました。両親はそんな私と娘を優しく受け入れてくれました。翌日、私は役所に離婚届を提出し、夫とは無事離婚成立となりました。私と娘が実家に身を寄せて1週間。なんと元夫と元義両親が実家に押しかけてきたのでした。私は急いで玄関の外へ出て行きました。お前、何度も電話したんだぞ。全然繋がらないし、どうなってるんだよ。私は
元夫の連絡先をブロックしていたので、電話がつながらなかったのは当然でした。ところで何の用？車の保険だよ。保険はどうなってるんだ？元夫が乗ってきた車を見て、私は驚きました。先日納車されたばかりの新車が傷だらけだったからです。車の傷、一体どうしたの？ああ、うん。実は、その、甥っ子がいたずらしたんだよ。その言葉を聞いて、私は思わず吹き出してしまいました。だから、どこの保険に入ってるか聞きたかったんだよ。え？保険なんて入ってないけど？車は私の両親からのプレゼントだと思い込んでいる元夫に、私は真実を教えてあげることにしました。あの車はあなたが自分の親にプレゼントしたんでしょ？保険くらい自分で入るのが当然じゃないの？車を契約した時もあなた一緒にいたのに何も分かってなかったのね。は？どういうことだよ。あなたは私の両親が買ってくれたと思ってたみたいだけど、あなたも一緒に契約したのに本当に何も覚えてないの？呆れたことに、元夫は一緒に契約に行ったにもかかわらず、私とディーラーの話をほとんど聞いていなかったようです。ちなみに、車の名義もローンの名義もあなただから。え？一括で払ったんじゃないのかよ。こんな高級車を一括で払えるわけないじゃない。心配しなくても、あなたの口座から毎月引き落とされるからよろしくね。なんでだよ。おかしいだろう。私が毎月ちゃんとあなたの口座にローン分を入金するって話になってたじゃない。聞いてなかったの？まあでも、もう離婚しちゃったし、あなたとは他人になったの。他人のローンを私が支払う義理はないわよね。元夫は私の話を聞いて、みるみる顔が青ざめていきました。このことは契約時に全員の前でちゃんと元夫に話したことでした。きっと高級車が手に入ることに浮かれ、元夫は上の空で聞いていたのだと思います。そんな、俺に払えるわけないだろ。家賃だって払わなきゃいけないし、修理も自腹って、俺の収入だけじゃ無理だよ。頑張って節約するしかないわね。すると、車の中から話を聞いていた元義両親が激高しながら降りてきて、私を怒鳴りつけてきたのです。お前、息子を騙したのか？それじゃあ詐欺師じゃないか。最低な人ね。息子を捨てたくせにお金まで奪うなんて許せないわ。とにかく、車の代金はきっちり支払ってもらうぞ。払わないって言うなら訴えるぞ。そこへ玄関の扉が開き、父が姿を現しました。黙って聞いていましたが、あなたたちどういうおつもりですか？娘と孫を家から追い出して、さらに車を奪っておきながら、その代金を払えだと？いや、俺は追い出してません。こいつらが勝手に出て行っただけで。元夫のその言葉に、私は堪忍袋の尾が切れました。いい加減にしてよ。もう帰ってください。二度と顔を見せないで。そうだ。今度押しかけてきたら、警察を呼ぶぞ。警察という言葉におじけづいたのか、元夫と元義両親は慌ててその場を去っていきました。その後、結局元夫は車のローンと家賃、修理代を全部払うことになったのですが、元夫の収入では到底払える金額ではなかったため、マンションを解約し実家に戻ったそうです。それでも間に合わず、仕事が終わった後や週末にアルバイトをしているそうですが、自業自得だと思います。さらに、私は弁護士を通して娘の養育費を元夫に請求して支払ってもらっていますが、今はまだ娘を元夫に会わせたくありません。
元夫が今までのことを反省して、娘のことを父親として考えられたらと思っています。私は実家で、両親と娘と4人で幸せに暮らしています。娘は父親のことは何も言わないし、両親と一緒に暮らし始めたことで、娘にも笑顔が増えたように思います。私は35歳の会社員です。小さい頃に父を亡くし、それからは母がシングルマザーとして一人で私を守り支えてくれました。母のおかげで私は大学まで卒業できたのです。もちろん私もバイトをしたり、奨学金を借りたりしましたが、精神的に支えてくれたのは唯一の理解者の母でした。そんな母に恩返しがしたく、就職してからは必死にお金を貯め、母が住んでみたいと言っていたタワマンをプレゼントすることにしたのです。母は涙を流して喜んでくれました。仕事に打ち込み貯金をしてきた私には、恋愛などする間もなく、気づけば30歳を超えており、母からもよく心配されていました。そんな私も昨年、とある出会いがあり、結婚することになったのです。それは、同僚に無理やり連れて行かれた婚活パーティーでした。会場で最後に会話をしたのが、今の夫だったのです。私たちは話が盛り上がり、連絡先を交換して、何度かデートするうちに、彼から交際を申し込まれ、結婚にまで至りました。彼との結婚を母もとても喜んでくれました。ただ、結婚後、母を一人残して出て行くのが不安だった私は、夫に母とのことを相談しました。夫は私の意向を汲み、母との同居を受け入れてくれたのです。私のことを優先してくれる夫には感謝しかありませんでした。義両親も母との同居を認めてくれ、私は幸せな気持ちでいっぱいでした。結婚後は、夫が私たちのタワマンへ引っ越してくることになったのですが、結婚後すぐに夫の長期出張が決まったのでした。期間は1年間で、すぐに帰ってこれるような距離ではありませんでした。ごめんな、結婚してすぐに長期出張になって。でも先のことを考えるとどうしても断れなくて、たまに俺も帰ってくるし。うん、仕事なんだし仕方ないよ。1年間なんてきっとすぐだし大丈夫だよ。それからはまた母と2人だけでの生活が始まったのですが、その数週間後、母は突然帰らぬ人となったのです。その日、私は遅出だったため、母がパートに行くのを見送りました。それじゃあパートに行ってくるわね。あなたも出るときはちゃんと戸締まりしてね。うん、行ってらっしゃい。いつもと変わらぬ朝でした。ところが、私が職場に到着してすぐに、知らない番号から電話がかかってきたのです。それは救急隊からの電話で、母が交通事故で病院へ運ばれたという連絡だったのです。そこからの記憶はあまりなく、覚えているのは病院のベッドで横たわる動かない母の姿と、必死で頭を下げる加害者の姿でした。自宅に戻ってからは夫に連絡することもできずにいたのですが、私の会社の上司が連絡してくれたようで、慌てた様子の夫が夜中に帰ってきてくれたのです。夫がそばにいてくれたおかげで、葬儀から慰謝料の請求まで何とか乗り越えることができました。夫は仕事があったため、葬儀の数日後には出張先へ戻っていきました。私もいつまでも悲しんでいられないと思い、仕事にも復帰しようと思っていた週末の夜、突然インターホンが鳴りました。モニターを覗くと、そこに立っていたのは義両親でした。
あなたのことが心配で様子を見に来たのよ。その言葉に私は思わず涙を流してしまいましたが、お茶を飲みながら落ち着いた頃、義父がとんでもないことを言い出したのです。君も一人になって寂しいだろう？考えたんだが、俺たちがここに一緒に住むってのはどうかな？いいわね。義母も義父の提案に同調していましたが、正直私はそんなことは考えられませんでした。すみません、せっかくですが、私もまだ気持ちの整理がついていなくて。大丈夫よ、時間が解決してくれるわ。それに私、この家気に入ったの。これからは私たちのことを本当の両親だと思って一緒に暮らしましょうよ。強引な義母の言葉に戸惑いながらも私ははっきり告げました。本当に今は何も考えられないんです。義両親はその後も粘ってきましたが、私の意思が変わらないことがわかると諦めたようで、しぶしぶ帰っていきました。ほっとしたのもつかの間、それから一日おきに義両親のどちらかが訪ねてくるようになったのです。来るたびに同居話を持ちかけられてうんざりしてしまいましたが、私が断り続けていると、今度は高圧的に早く母親の荷物を処分しろとまで言ってくるようになったのでした。母のことをないがしろにされているようで、さすがの私もそんな義両親には嫌悪感を抱くようになりました。それに義実家だってあるのに、どうしてそこまでこのマンションに義両親が住みたがるのかも理解できませんでした。夫に相談するべきか悩んでいると、なんと夫が突然帰ってきたのですが、義両親も一緒だったことに、私は驚いてしまいました。夫は不機嫌そうに一枚の用紙を差し出してきました。父さんと母さんから聞いたけど、お前どういうつもりだ？確かにこの家はお前の名義だけど、お前は俺と結婚したんだぞ。うちの嫁なんだから、俺の両親がここで一緒に暮らしてもいいだろう。え？ちょっと待って。言っている意味がわからないんだけど。俺だって本当は嫌だったけど、お前のお母さんとの同居を承諾してやったんだ。そのお母さんもいなくなったんだから、今度は俺の両親の番だろう。夫の言葉に私は頭の中が真っ白になりましたが、夫は話を続けてきました。だからこのタワマンは俺の親にプレゼントすることにした。文句あるならお前とは離婚するしかないな。そう言って差し出されたのは、記入済みの離婚届でした。どうしても私たちと一緒に住みたくないって言うなら、離婚届にサインして、あなたがここから出て行きなさい。このマンションの名義だって変更すれば済むことなんだから。そうだぞ。君には同居を受け入れるか、離婚してこの家を出て行くか、そのどっちかの選択肢しかないんだ。あざ笑う三人を見て、私も我慢の限界でした。今すぐには答えは出せません。離婚届は一旦預からせてください。考えがまとまったらまた連絡しますので、今は一人にしてもらえませんか？わかったよ。仕方ないな。今日は俺も実家に行くけど、さっさと結論出せよ。そう言い捨て、三人はマンションから出て行ってくれました。私は離婚届を眺めながら、ある決意をし、それに向かって行動することにしました。一週間後、夫と義両親がやってきました。ニヤニヤ笑う三人に、私は答えました。決めました。私はこの家から出て行きます。もう離婚届も提出したから。はあ？ふざけるな。なんで勝手に出してるんだよ。でも安心して、お父さんとお母さんにはこのマンションで暮らしてもらいます。そのために必要な書類があるから、その書類にサインしてください。なんだ、そうか。
まあお前が出ていくって言うなら仕方ないよな。元夫はそう言ってすぐに書類にサインしてくれ、義両親はタワマンに住めると大喜びしていました。私はすでに新居も契約し、荷物も運び入れていたので、そのまま家を後にしました。1ヶ月後、慌てた様子の元夫から電話がかかってきました。おい、どうなってるんだ？家賃の請求が来てるんだけど、どういうことだよ？しかも家賃40万ってありえないだろ？あそこはお前が買ったマンションのはずだろ？そうよ。私が買ったものだから、管理会社に委託して賃貸として貸し出すことにしたの。あなたもちゃんと賃貸借契約書にサインしたじゃないの。ふざけるな。そんなの知らないぞ。お前、俺を騙したのか？ちゃんと書類を読まずにサインしたのはあなたじゃない。家賃を滞納すれば退去命令だって出るわよ。そんな、40万なんて払えるわけないだろう。頼む、何とかしてくれよ。もう実家も引き払って、俺たちここを追い出されたら行くところなんてないんだよ。助けてくれよ。その場には元義両親も一緒にいたようで、慌てふためく元義両親の声も聞こえてきました。私は泣きわめく元夫にきっぱり告げました。あなたを助ける義理はないわ。私とあなたはもう赤の他人なのよ。離婚を突きつけてきたのもあなたの方なんだし、もうあなたたちとは関わり合いたくないので、二度と私に連絡してこないで。そう言って電話を切り、元夫の連絡先をブロックしました。その後、家賃を払うことができず、結局マンションを追い出されることになった3人ですが、彼らが今どこでどうしているのかはわかりません。私は現在、母と父が生まれ育った田舎で一人暮らしをしています。仕事も辞めて心機一転、今はとても充実した日々を送っています。私も温かくて優しい母のような人になれればと思います。